刺激装置がある他のペーシングの役立つ特徴はマルチチャンネルペーシングです。マルチチャンネルへ行けば S1 に対して心房と寝室の両方を同時に選択します。これは同期の AV ペーシングになります。特に実用的なのはマルチ SX プロトコール。例えばあなたが VT を引き起こしているとしましょう。ドライブトレインが同非同期心房白を取得し、 そのドライブトレインを維持するために、毎回あなたはやり直しのしなければなりません。もしマルチチャンネルペーシングへ行けば、S1 が寝室と寝坊の両方にプログラムされていることがわかると思います。これは同時に起こるでしょう。そしてあなたの S2 と追加の寝室への刺激は、あなたの VT を試し、誘導するためです。ドライブトレインに悪い影響はありません。